アーバンちゃんとバンバンのショベルっていう一番欲しかった2つが最後まで残っています。運営の嫌がらせか。はい、毎度どうも、ヒューチマルでございます。こんにちは。今回はハデスのイエローバイパーを使っていきたいと思います。銃の感じはこんな感じです。いやー、まさにね、黄色い毒蛇っていう感じでね、なんかトゲトゲしいものになってるけども、元のハデスよりはかなり激しい感じになってますね。まあカスタムはこんな感じです。まあ前回やったね、何も足さない何も引かないを踏まえて、元が打ちやすかったんで、命中率と機動性と射程距離を少しずつ上げたようなカスタムにしてみました。これでいってみようと思います。ではレッツラゴー。はい、場所はクロスファイヤーですね。さあどうしようかな。まず一回渡って、あの階段のところで芋ってちょっと様子見ましょうか。ここらでどんな敵かな。あー、今後ろ下がりましたね。銃、いやすごいダメージだったな今。壁抜いて銃だったってことかな。あー、もう全然エイムが合ってないな。ほとんど壁打っちゃってましたね今。まあまあまあ、こういうこともあるということで。真ん中にいてもあんまり出てこないのかな。あ、また出てきたな。はいはいはい、これは倒せるんですけども、あ、誰かいるな。あ、しまった、右にずれられた。あ、 M16 か。いや、やっぱり MP マッチでも M16 いるな絶対に。なんだろう、 M16 ってまた強化でもなんか入ったのかな。いや、よくわかんないけど、あれ元から強いから別に強化いらねえと思うんだけど、まあまあまあ、それはよしとして、じゃあ今度はここからちょっとどうしようかな。中入った方がいいかな。ここから行きましょうか。はい、ヘッド40 29 29 29 の13。まあ29出る距離は、あ、これももう29なんだ。うん、ならまあまあ中距離ぐらいまではもうちゃんとあれですね、フルのダメージが出てるってことか。だったらもうこのカスタムでいいな。あのぐらいの距離で29出てたら、あ、なんだ、上から狙われたぞ。なんだ、一人足りないと思ったらあんなとこに持ってたのか。しかもソードフィッシュ、天敵ですよ、もう本当にね。ヒューチマルの天敵、ソードフィッシュ。もうあの銃だけは本当、遠くても近くても連射できるからね。もうスナイパーに分類してもいいんじゃねえかな、あれ。本当、もうあの銃だけは。今、リベンジ出たけど、倒したのかな？どうなんだろう。一応撃ってみよう。あ、ずれてた。あ、アラート持ってんのか。あ、なるほどなるほど。うん、あのね、芋ってね、あれ持ってるとね、もうとりあえずあの同じ方向でずっと狙ってた、来たらもう撃つだけでこう倒せるみたいな状態になってるんでね、ああいう人にはもう近づかないでいいんですよ。うん、あの一度こうやられた時に、あの敵のねパークとかを見て、あ、アラート持ってるとか、ハイアラート持ってるってなったら、もう近づかない方がいいです。めんどくさいんで。ああ、しまった、指離しちゃった。アイスをえらいところに掘っちゃったよ、もう。はいはい、もうどんどんね、突っ込んでいきましょう。こっからはね、もうソードフィッシュ撃てないんでね、ここら辺はね。あの向こう側じゃね、撃てないんで。ここでもうとりあえずね、来る人来る人買っていきましょう。はい、ハッターキラードローン。でもってまた撃って、だからここの人たち今2人と、あと M16 ともう1人いて、その上にいたのがソードフィッシュですよね。その5人か。なるほど。ああ、セントリーがもう潰された。あ、そう。はい、とりあえず3人やって、でもってミサイルでも撃つか。あ、しまった、こんなとこで。あ、これソードフィッシュですね。当たった音がそんな感じでしたね。はい、もうソードフィッシュには死んでもらいましょう。犬と一緒にね。犬もこれ爆弾でやっつけられるのかな。どうなんだろう、その辺ちょっとよく知らないんだけど。まあいいや、犬は死なないのかな。あ、お、とりあえず撃ちまくって。あ、誰だよ、キルパックしたの。今後ろから撃ったな。もういいや、俺もキルパックしてやる。はい、キルパック。あ、3人はきつい、3人はきついぞ。やっぱり。まあまあ、前の2人だけならなんとかなったかもだけど、 M16 がいたのはちょっと無理だな。ということで、ここからちょっと撃ってみましょう。こ
ここからなら出てくるのが分かれば撃てると思うんだけど、ああしまった、赤いの向こうに入っちゃったよ。バスの後ろから出てくるかな。ああ今狙ったのは弾の無駄遣いだな。穴ね、狙いにくいとこ狙わなくていいんですよ。あ、味方が行きましたね。任せましょう。あ、戦闘機がある。あ、起きやがったな。とりあえず穴潰しましょうね。もうね、絶対またねボットが突っ込んでねやられるんですよ、セントリーガンに。あーもうほらやられたし、もう今左下でやられましたね。もう全くスナイパーとかねボットに突っ込まないようにしてほしいな。学習しろボット。はい勝利、50-41、ジジイ。はい MVP はいただきました、ありがとうございます。いやここで結構倒せたから良かったのかな。わあ、なんだギリギリで当たってなかったのかあれ。あーもうダメだな、エイム合わせられないな本当。はいレーティングは84。いやー85は行きたかったな。いやでもエイムがもうボロボロだったんでね、もう仕方ないかこれは。しかも多分お亡くなりの回数が多いと思うんで、いや何回ぐらいだろう。はい戦績の方を見ていきましょう。23キル5です、2アシスト。あやっぱり5回もねお亡くなりになってるから、これちょっと良くないな。俺キル数も半分いってませんね。まあまあ仕方ないか。はいどうだったでしょうか。ハデスのイエローバイパーなんですけども、まあ一番最初に言った通りなんですけど、この前やったね何も足さない何も引かないシリーズのあのハデスで、まあ撃ってみた感じ元からいい銃っていうか自分に合ってそうな銃だったから、極端になんかどこかを上げてどこかがもう真っ赤かなメーターになっちゃうよりかは、うん少しずつねあのもうメーターを上げて緑が多い方がまあいいかなーなんて思ってこのカスタムにしてみたんですけど、うん、案外撃ちやすい銃っていうのは変わらないんでね。ただ距離的にもうちょっと遠いところを狙いたいっていうことであれば、まあバレルを変えて機動力がちょっと減っちゃうようなカスタムでもまあいいかなーってとこですかね。イエローバイパー自体がねもう今どうなんだろう、これバトルパスで手に入れたやつだったかな。なんでまたバトルパスの再販とかクレートとかでまた出ると思うんでね、もしよかったらね皆さんもゲットしてね使ってみてください。ではまた次回を待て。